ブス島ニオは、日本の実業家である。パチンコメーカーである三協の創業者であり、同社の名誉会長である。群馬県出身。ブス島は2011年、ホーブスの調査によると59億米ドルを卒業。戦後すぐに、三協電気製作所を開業。その後三協運送、気流フードセンター、三協下県などを創業。平和工業の常務を経て、 1966年4月に愛知県名古屋市で株式会社中央製作所を設立し、同年5月に三協製作所、11月に三協へ称号変更、1981年4月に群馬県桐流市へ本社を移転、1995年には東京証券取引所2部に上場、1997年には一部上場、2008年8月に 東京都渋谷区に移転した、ありがとうございます。